かお風呂上がり、お風呂上がり、さっきじゃないけどさっき髪乾かした。長い髪か。そろそろ前髪切らないと。ちょっとアイロンしてないと相当長いや。アイロンすればまだマジだけど。うん。髪も切ってないまだ。これ今ドライしただけの状態だからさ、余計長く見えるっていうのもあるけど、もうちょっとそろそろ切りたい。あといけろかな、箸回ったら。あっさりやんわりということは、やんわりやんわりってどういうの、うん、いい感じの長さ。そのバッサリは切らないけど前髪だからやんわり。あとで切ろうかな。全然色落ちしなくて綺麗な。色落ちしてない？でも若干茶色くなったかな。分かんないな、あんま自分じゃ。毎日見てたら分かんない。どうだろう、最初の黒と比べたら茶色くはなってるかもないよ。分かんないよ。でも前回よりかはしてないかも。前回のなんて、前回結構早かったから色落ち。前回と比べれば。今は次どうだろう。いや次よりは明るいと思うけど、次よりかは明るいと思うけど、わかんないや。でも近いと思うけど、染めたてぐらいが次に近いから。今は多分ちょっと色落ちしてるからそこまで近く。近いとプリン、いや次元近いのでもプリンにはなるよ。だってもうそんな伸びてきてる状態だからプリンになるのって、もうその時点では多分絶対に色落ちしてるから絶対になる。美容院どのぐらいの感覚？月1ぐらい？
多分月1分かんない、大体そのぐらい。その子くらい暗くして、この子この黒すぎない、これだと次の色が入らなくなる真っ黒は絶対にしない、黒染めっていうかああいう感じの黒には絶対にしない。地より黒色が似合わないんだよね。ピンク復活、ピンク復活ないかな今のところ分かんないけどいや本当に、うん、なんかその時にしたい感じにするから。黒染め、いや黒染めは絶対にしない。いや 黒染めしちゃうとね、ずっと黒にするんだったらいいけど、黒染めすると次の色がもう入らない、入りにくくなるから。地毛のベスト、地毛のベストはまあ人それぞれだけど、でももう一回染めたらもう地毛無理だからもうずっとあの色落ちしたプリンの状態をずっとしないといけないから無理、耐えれないそんなの似合うかどうか見てたら大丈夫。えでもさ見てさ自分でさ似合ってなくて嫌だなって状態ずっとは嫌だな、しんどい、さすがにそれは。ブリッジしたことないです見て似合うかどうかも大事だけど、やっぱ自分が見て一番似合うか似合わないかが大事じゃない自分が気に入るか気に入らないか。1年放置で地毛に戻したすごすご、今髪色真っ黒ではないかな、黒そんなに黒ではないか。染めてからこの色違うってなった、この色違うってなったら、本当に似合ってないってなったら、でもすぐ染め、本当に次の日とか染めちゃうのは髪のダメージやっぱそうだから、ちょっと置いていつもより早めに染めるかも。それだったら次の日とかに染めちゃうのダメージやばそうだから、染めてすぐ。なんか染めたら似合わなかったって、それかなんかこうそれ違う色にしないといけなくなったか、どっちか嫌ってわけじゃないけど、今特にしたいと思わないだけかもしれない。別に嫌ってわけではない。
そう、今はそうね、今はそんなに、なん、そう、今はちょっと暗めの色にしたいから暗めにしてるだけ。キサキ染めるとか田舎らしないよ。いや、田舎とかしたいとか思ってるんだけどね、そまだしてない。可愛いよね、いいな。そうしたいなと思ってるけど、まだしてないね。ね、インナーカラーとかちょっと派手めな色入れた可愛いし。ね、毛先だけ染めるの可愛い。何色がいいかな、インナーカラーするとしたら。何色がいいだろう。白とかも可愛いし、でも白ってさ、するとさ、ブリーチめっちゃしないといけなさそうだから、インナーだけだったとしてもめっちゃ痛みそう。可愛いけどね、めっちゃ可愛いけど、ピンク系も可愛い。青、確かに青も可愛いかも。確かに。のかわいい。いつかするかもしれない、しないかもしれない。どうだろう、わかんないな。確かにインナーとか毛先だけだったらさ、結構派手めな色でも。エクステはつけないかな。エクステつけるとさ、自然にさ量が増えるじゃん。もともとの量がしっかりある方だからさ、ちょっといいかな。中からでついてるとこおかしい。いや、おかしくはないと思うけど。これしかないと思う。普通に可愛いと思う。どうだろうね、みんな。一時期めっちゃしたいと思ってたの、インナーとか毛先染めるの。でもなんか結局しなくてみたいな。そうみたいで、今までってな、分かんない。やるかもしれない、やんないかもしれない。みんな可愛い。成人式にいない、わかんないな。わかんない、だってその時になってみないとわかんない。そう、なんか着る振り袖の
色とかに合わせるかもだけど、わかんない。その時になってみないと。成人式は何としないか考えた。成人式何着るか分かんないんだよね。だから考えるも何も。え、そうなんですか。そこが。でさ、髪の色はさ、別にさ、そこまでさ、早くから決めなくても。1、2ヶ月ぐらい前に決めとけば大丈夫じゃない。髪は。服はあれだけど。それ決めるもん。あ、なんていうの、そう、決めてない。なんていうかな、そう、自分でその前撮りとかするやつのやつは決めてるけどっていう意味ね。 そっちは決めてるけどって。じゃあ決めてるけどっていう意味。前撮りしてないんだよね。しなきゃと思いつつもなんかまだやってない。夏に前、え、夏に前撮りしない。絶対に暑いもんってやだ。無理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 。夏にあの振り袖さ、暑いじゃん絶対。夏に来たら絶対やんないよ夏には。18歳の成人式に使う。18歳の成人、だからあれだね、場所によるね。そこのなんていう、自治体による。もう18歳から成人になったから一緒にやっちゃうところもあれば、二十歳だけっていうところもあって、でも場所による。その県でどうっていうより、そこの自治体によるってか、そこの市町村。うん、そうだから、そう、でも二十歳のところは多いけど、でも18歳19歳も一緒にするところもある。どこの市町村。やばいやばい。明日どんどん、明日多分買わないな。そう、ドーナツめっちゃ食べたかったんだけど行かないな明日も。いつ行こう。マジドーナツ食べたい。ミスタードーナツに行きたいんだけど。最近行ってない。ミスト。ムギュットドーナツかな。なんかそんな感じの名前のドーナツがあって、
そのドーナツがめちゃくちゃ美味しくて、2回しか食べたことないんだけどそんな何回も食べたことあるわけではないんだけど、そのドーナツがめちゃくちゃ美味しい。そう、ミスなの。レーズン入りのもあった。レーズン入り、そう、前あったチーズとか3種類ぐらいあったけど、でもなんかなくなってた。この間はそう、何があるんだろうと思ってメニュー見たら、行きたすぎて水に行きたすぎて見たらなくなってた。それ水にポイントカードあった。水にポイントカード、あ、なんかあれでしょ、かカードなんか知ってる、知ってるけど合ってるかな。ポイントカードあったの知ってる。うん、なんて言ったらいいか忘れた。まあ、お母さんが持ってた。ちっちゃい頃めっちゃ行ってて、ミスドによく行ってた。汁そばだっけ、あれが好きであれ食べてた。ご飯ありがとう。ランキング13位からランキング見ます。13位、あきひこさんありがとうございます。12位、まるさんありがとうございます。11位、むむさんありがとうございます。10位、まぼろしさんありがとうございます。9位、筋肉愛好家さんありがとうございます。8位、香港の春マットマーク強化おじさんありがとうございます。7位、バトニーさんありがとうございます。あ、変わった。13位からも変えます。13位、プッチーニさんありがとうございます。12位、まぼろしさんありがとうございます。11位、筋肉愛好家さんありがとうございます。10位、バトニーさんありがとうございます。9位、W バイアットマーク影の守護神さんありがとうございます。8位、としのりさんありがとうございます。7位、とわさんありがとうございます。6位、グランツさんありがとうございます。5位、香港の春マットマーク強化おじさんありがとうございます。4位、ラスカールアットマークたむたむさんありがとうございます。3位、シンさんありがとうございます。2位、ラボーナさんありがとうございます。そして1位が博多バリカタマンアットマーク強化軍団さんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。明日の配信時間も23時台かな。今日も23時台にする予定です。そう、ミスタードーナツ今度行く。いつ行こう、でもいつか行こう。でも今月中に行きたい、食べたいドーナツが。行ってなんかめっちゃドーナツ買いたい気分だからめちゃくちゃ買って、そう、全部一人で食べるっていうそれがしたい何買おうかな。ポンデリングとハニーチュロスと、でもゲットドーナツのなんかね、2種類あったんだよね、オリジナルと。なんかもう1個あって、それも美味しそうだったから、それととにかくめっちゃ買おうと思って行った時に、フレンチクルーラーさ、私食べたことないんだよねあったっけな、ない気がする。砂のなんかクリームが入ってる系のやつ食べたことない気がする。
あとなんかさ、なんだっけな、グラタンパイみたいなやつ違ったっけ、なんかそんなやつがめっちゃ好きで、ちっちゃい頃から。ちっちゃい頃はその汁そばと、そのお昼ご飯に汁そばとなんかグラタンパイみたいなやつを食べてた。ほんとずっとその組み合わせ。そのあと今期間限定のやつもおいしそうなのいっぱいあった。行きたいな、話してたら行きたくなっちゃうからな。うん、59分だ、あとちょっとで終わっちゃう。じゃあ明日も今日と同じぐらいかな、23時台に配信すると思います。ミスタードーナツはまた今度行けそうな時があったら今月中に行こうかな、行ければいいなぐらい、行きたいけど、早く行きたいけど。じゃあそろそろ行けるちゃうので、ありがとうございました。また明日、おやすみなさーい、バイバーイ、おやすみー。